こんにちは、紹介者です。ということで、昨日ですね、勝又さんと仮面ライダー、平成ジェネレーションズファイナル、劇場版で見てきたんですけれども、そこでね、また、恒例のグッズを買ってまいりました。前回ほどではないですけれども、まあまあ、面白いものがありましたので、今回はね、それをご紹介したいと思います。ですね、まずこのね、パンフレット、まあ、DVD 付き基本ですね。はい、こちらを購入いたしました。いやー、内容はね言いませんけど、そうですね、ネタバレの感想はねちょっと最後に、言えたら言おうかな。はい、ということでまずはねこのパンフレットでございます。はい、はい、で前回も購入したスマホホルダーも一体何個買うんだっていう感じなんですが、今回はですねこの緑のパンドラパネルですね、非常に素敵なデザインで、これは一目惚れしてしまいました。また買っちゃった。パンドラパネルにフルボトルね、ラビットタンクみたいなやつとかこういう風に刺さってるような絵になってるのね。おー、いいですね。ちなみに前回購入したゲームコーポレーションのねリング、何回かね付け外ししちゃったんだよね。それで粘着力が少し弱まっちゃって、今はねちょっと大事に保管してるんですけれども、うん、この機会にこれ貼っちゃおうかな。はい、ということでまずはスマホリングじゃなくてスマホホルダーですね。はい、で、あと2つか。2つというか、商品は1個で、2種、になりますが、まあこれが最後なんですけれども、じゃじゃん！これですよ。おもちゃ売り場にもあったかな？うん。最近発売されたんだと思いますけれども、劇場版公開と同時なのかな？エンスカイから、なんと、これすごい、なんだと思います？トランプなんですよね。仮面ライダーダブルのダブルドライバーと、仮面ライダー電王の電王ベルトが、なんとこの形でトランプになってるという、めちゃくちゃ魅力的な気になる商品が売ってたので、買ってしまいました。これはいいね。多分ね、全2種なんだろうね。この2種がこう、並んでたんですけれども、最近子供がね、トランプとかウノとかカードゲームにすごいハマってるから、あ、ちょうどいいお土産ができたと思ってね、これは喜ぶでしょう。まあ、形が普通の四角ではないので、まあ、どうなんですかね。遊びやすいかどうかはちょっと別ですけれども、まあ、ちょっとテンション違いますよね。この形ですからね。ということで、ちょっと開けてみましょう。はい、ということで、まずは、電話ベルト。シーンがいっぱい、そのままトランプということでね。まあ、そのままの形。そして、シーンがいっぱいっていうのは、おそらく、あ、そういうことですね。はい、ここにいくつか。記載されてますけれども、まあ、劇中のね、シーンがこのように記載されているトランプということですね。はい、よいしょ、開けます。ほっ、おー、本当にトランプだ、すごい。ほら、見て見て見て、一枚一枚が電王ベルトの形になってる。すごい、これシャッフルとかできんのかな。すごいね。あ、これはね、紙製だね。うん。あ、これは予備かな？予備が2枚入ってて、はい、ジョーカーが、おー。劇中のシーンがこのようにプリントされてると。桃太郎とかね。はーい。お、すーごい。こんな感じのトランプになってます。面白いね、これ。ババ抜きとかしながら、かなりとかね。いろんな楽しみ方がありますよね。おー。はい、こんな感じの素敵なトランプ。ちなみに、向きが変わっても、左右は、あ、対称ではないね。うん。形が微妙にずれてます。バラバラバラってやるとちょっと気持ち悪い感じになっちゃうかな。ちょっとシャッフルしてみよう。あー、ちょっと、どうやってやったらいいんだこれ。難しい。あ、できなくはないけどね。こっちの方がいいのかな。あ、こっちの方がいいかもしんない。こっちの方がいいかもし、あー、どっちもなかなか慣れるまで大変そうですね。はい、バラ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 とちょっと向きをむちゃくちゃにしてみますけど、よいしょ、いいですね。さっと
まとまりますけれども、ほら、ちょっとね微妙にずれてますけど特に問題ないですね。うん、ほとんど同じ形だから、あ、そのままプレイできます。おー、こんな縦長のトランプは初めてですね。よっよっむず。はい、続いて本命のダブルドライバー、サイクロンジョーカーが刺さってるドライバーの絵がねプリントされています。はい、劇中はこんな感じのね、シーンが採用されてるみたいですね。おー、すげーかっこいい。こんなにかっこいいトランプはなかなかないですよね。さっきの電王ベルトに比べるとまた複雑な形状してますからね。これがトランプとはまさかね思わないですよね。とても持ちやすいとは思えないけど、そのデメリットがあってもなおかっこいいと思えてしまう、欲しいと思ってしまうね。すごい。これジョーカーは確実にジョーカーなんですかね。ちょっと、あ、たたたたた、おー、やっぱり、はい、ジョーカーはジョーカーですね。はい、その他こんな感じの劇中の、はい、かっこいいシーンが懐かしいですね。はい、いろんなねフォームとか敵とかね、アクセルとかもねちゃんといますね。おお、いやー、これは面白いな。これでね、いろんなゲームやったら楽しいよね、絶対。ちなみに、これも切れるのかな？これどうやんの？どこ持てばいいの？だって、ここ持った時点で引けないからね。こう？こう？うわ、無理だ。こう、あ、できて、あー、なんとなく、あー、慣れるとちょっとできるかもしれん。お、おー、ちょっと。むず面白いな、これ。やっぱこれもこっちかな。あ、こうですね。あ、ちょっと逆に引っ掛けやすい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なるほど。これはいいや。はい、ということでね、2種類のトランプご紹介いたしました。あ、そうだ、忘れた。ガンバライジングカードをね、劇場でもらったの、まだ開封してなかったんですよね。これが全、2枚入りで全4種。ということで、ちょっとね、開けてみたいと思います。何が入ってるんでしょうか？オープン！お！仮面ライダービルド、スマホ、ウルフフォーム、そして仮面ライダー、おー！来た！仮面ライダーグリス。おー！ちょっとネタバレなやつですけれども、おー！かっこいい！どっちのカードもものすごい複雑なデザインですね。これは、見応えもありますし、これバースト、うわ、かっこいい、豪華ですね。後ろにレジェンドライダーたちもいるし、すごい、わ、めっちゃかっこいいじゃん。他の種類もねちょっと気になっちゃいますね。はい、ということで、買った商品、もらった商品の紹介は以上ですね。はい、じゃあちょっとね、ここからは、かなりネタバレ多い、この映画のね感想とかね話そうかなと思っております。まだ映画を見られてない方はね、ここで動画をストップしてくださいね。はい、ということで、いきますね。まず、いやー、面白かったか面白くなかったかというと、もう神がかってる面白さがありましたね。いや、もうストーリーもキャストも文句ないですよね。いやー、よかった。いや、何が一番良かったか、印象に残ったかって言うと、やっぱり仮面ライダーオーズですね。もうなんかオーズの本当の最終回っていう感じ。いやー、なんかこうビルドの他にもね、エグゼイドとか、フォーゼとか、ガイムとかね、ゴースト、たくさんのライダーたちが、登場しましたけれど、やっぱりオーズ、アンクがね、いやー、泣かせてくれる。まずね、アンク復活のシーンですね。いやー、泣ける。あの空中のシーンね。アンクがどうやって復活するのかなってすごい気になってたんですけど、あのグリードが、一斉にね、作られたメダルで復活してからのアンク復活という、あー、いい流れ、自然な流れで復活できたなっていう、すごいね、良かったかなと思いますね。で、そこでアンク復活して、いや、そこで泣くでしょ？いや、泣きそうになったのかな？
それで、最後、最後のアイスね。もう、あれは泣いたね。やばかった。でね、泣くところもちゃんとあって、で、ちゃんと、あの、ライダーたちが勢揃い、変身して勢揃いしたところから、結構長く、バイクアクション、バイクにみんな乗って戦闘、してました。あ、仮面ライダー、ライダーちゃんとやってるな、みたいな。すごい意外というか、うん。嬉しかったかな。あ、このシーンね。はい、こんな感じ。あとはなんだっけ、1日経っちゃったからな。エグゼイドのキャラたちが、やっぱり強いね。まあ、特に神。神はまた、ね、もう安定の面白さだよね。神と、しかもそう、今回ゴーストオナリがね、加わって、こう、神とオナリの組み合わせがまた面白い。で、組み合わせといえば、パラドとキリュウセントの組み合わせ。パラドのね、お前だって赤と青のライダーじゃんっていうね、あの時に初めて会場で笑いがね、すごい起きたんですよね。他にも笑いの要素がいろんなところに散りばめられててね、見ていてね、全然飽きなかった。もう一瞬で映画が終わってしまいましたね。1時間半かな。あとはそうですね、なんだっけ、ちょっと思い出すけど、あ、そう、仮面ライダービルドのガシャッと、あのキャンペーンで最初にもらったやつ、あれがめちゃくちゃ活用されててね、ここで出てくるんだっていう意外性と、あとはこのフルボトルたちね、なんで前回、ビルドがエグゼイドの成分を抜き取ったのかとかね、でその時のビルドがまさかのっていうね、あのちょっと驚き、まあこれらのアイテム、そんなところがね、すごく驚きましたね。うん、面白かったと思います。で、そうですね、あとは財団 X まさかっていうのと、スパークリングもね、ちゃんと、決まってたし、あ、そう、大事な、俳優さんたち、今回豪華な、俳優さんたちね、キャストが豪華ということで、福士蒼汰さんとかね、佐野岳さんとかね、意外とセリフもそんななくてすぐ変身しちゃう感じなのかなと思ったんですよね。と思ったら意外とあのセリフとか出番とかあって、ああ、これだけ出てればすごい満足だなと思いました。あの佐野岳さんがちょっと、すぐに、変身しちゃった感じがあったので、少しあの出番が少なかったかなっていう印象はありましたけど、まあ、他の方たちは結構ね、たくさん見れたかなと思いますね。あとあれですね、日野英二があの最初出てきた時、あれ、なんかちょっとやっぱ印象違うなっていう、ちょっとびっくりしましたね。まあね、結構な年月経ってますからね、顔もちょっと変わってたり、声もあれ、こんな感じだったかなっていう違和感がね、あったんですけど、途中からはああ日野英二だっていう感じでね、そんな感想もありました。はい、という感じですかね。はい、結構いろいろ言ったかと思います。あとさっきガンバライジンカードに出てきた仮面ライダーグリスね、一番最後の最後で出てきましたね。スタッフロールの時に仮面ライダーグリス、ハテナハテナハテナって書いてあったから、あれ出てきたっけ、あー、この後に出るのねっていう感じで、スタッフロール見てたんですけれども、やっぱ最後出てきましたね。ドライバーがもうちょっと見たかったかな。うん、早くおもちゃの方もね、遊んでみたいですね。ちょっと映画見てから日にち経っちゃったので、昨日思ってたことが全部言えたかどうかちょっと怪しいところではありますが、まあ印象に残った点は今言った通りでございます。非常に面白かった。もう一回というか、あの親子セットまだあの残ってて、子供と一緒にまだ見てないので、2回目ね、行きたいと思ってるんですけど、いや楽しみですね。もう一回2回、見れるね。あー、そうだ、CSM オーズドライバー。タカクジャクコンドルのあのフレームがシルバーだったですよね。あれ ?CSM でこれ出るのみたいな、タイミングもね、バッチリ月曜明日から、発表されますからね。いやー、いいタイミングですね。狙ってる感じなんですかね、やっぱり。はい、ということで、以上です。最後までご視聴ありがとうございます。この動画の評価、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。以上、紹介者でした。